皆様おはようございます。やっと夏も終わって、まあ、よく言ったもので、暑さ寒さ彼岸までと、彼岸までとよく言ったもので、やっと朝晩過ごしやすくなりましたが、本日は、ご多忙のところ、京都大学防災研究所公開講座に、たくさんの方お越しいただきまして、誠にありがとうございます。皆様ご承知の通り、ここのところですね、大きな災害が毎年のように発生しております。今年も九州北部、佐賀県、長崎県を中心に、土砂豪雨とか、それから記憶に新しい千葉県の、千葉県とか神奈川県もですけれども、台風15号災害、そういったものが発生しまして、またつい先日、台風17号で宮崎県あたりでも被害が発生しています。でそういったことから、災害対策の立て直しというのが非常に、急務として求められているところだと思います。で実は昨年末、政府もですね、災害の、防災を高めるためにはですね、住民が主体となる防災への転換が必要という、そういう報告書を出しております。で、ご覧になった方おられるかと思いますけども、先週土曜日の朝日新聞にですね、大雨の警戒レベルの解説記事がございました。で、ただその一番大きな見出しがですね、自らの判断が身を守るという、そういう見出しでございました。これはどういうことかというと、一般の市民の皆さんが防災に関する十分な知識を持ち、自ら判断するということが求められている。そういう時代になったということでございます。とはいえですね、一方で社会がどんどん発展しております。あるいは少子高齢化のということが言われておりますけど、それに伴いまして災害も様子をどんどん変えていきます。で、今回の台風15号災害においては、電信柱のようなといったそういうインフラストラクチャーの老朽化、それから、杉林の山林の荒廃といったそういった条件が、災害を大きくしたんではないかという、そういう考え方も、述べられるようになっております。今までの経験とか知識だけでは、もはやもう太刀打ちできないという、そういう状況にありつつあるんではないかというふうに考えられます。もちろん災害研究者である私たちも手をこまねいでいることはなく、進化する災害とその経験に関する研究を努めております。当然これらの研究で得た知識を市民の皆さんと共有することが不可欠と考えておりまして、防災研究所も長年にわたって種々のアウトリーチ活動を続けておりまして、この公開講座はまさにそのうちの、最も重要なものの一つというふうに位置づけております。で、公開講座は数えることを今回で30回目ということになりました。最近は京都とそれから地方都市、昨年は福岡でしたが、そういった都市で交互に開催しております。今年は京都で災害を事前に管理する、被災してもしなやかに生きるための備え。しなやかに生きるというのは、最近の流行り言葉のレジリエンスという言葉の解釈だと思いますが、これをテーマに掲げて開催することになりました。防災にはですね、当然何らかの想定が必要なんですけれども、たとえ想定外の事態が起きても、対応できるように事前に、備えていこうという、備えを充実していこうという、そういう思いを込めたテーマということでございます。で、本日はこのテーマに沿って4名の先生に最新の研究成果をご紹介いただきます。今日一日限られた時間ではございますけれども、皆さん方にとって有意義な講座となれば幸いでございます。簡単でございますが、私の開会式の挨拶とさせていただきます。よろしくお願いいたします。